だけ測ってからエリザベスからつけさせてもらいますね。ちょっとだけ待って。おはよう。ハハしゃね。よいしょ。バイバイ。ちょっと負けてるね。やばい。ゆきちゃん、おはよう。昨日夜ご飯、昨日の9時ぐらい食べて、先生とか食べていいかとか電話して。はい、ハグも怖いかも、少し食べてください。朝寝ると夜は食べたい気分だった。夜食べたい気分。すごいじゃん。ごめんなさいね、からつけた。さてと、朝全然食べない。朝は食べない。食べない。でも結局、昨日の夜はどんなぐらい食べた？もうあんまりもう怖いから、27まで。ちょっとずつ食べた。ご飯だけで食べた。ご飯だけ、もう手でこうやって。いやカリカリだけで。カリカリだけ。カリカリこうやってやった。あ、これね。はい。朝はもう本当にトッピングだけしか今朝は食べない。トッピングしか。いいんですけど。食べる。カリカリだけで食べるよ。カリカリだけでもいいよね。まずなんかおしっこしたから帰ってこう。あれ元気80なんだ。今日はね、すごいちゃんと歩いた。これ運指2回は。2回今これが2回目で、こっちが2回。これウエット着てないんですか？出てないの。じゃあ怖かったから先生言われたし、ちょっとこれの中にウエット着てても怖いからもうやめとくとか、まだ食べる気はあったみたいなんですけど。でも朝何度も食べないんだ。朝多分食べないから余計やめとこうかって言ったら、もっと食べさせとけよ。失敗したと。薬は朝は飲めてる？飲みました。酒に入れてやると減ってくれて、1000円はい、1000円で来ました。減ってない体重、昨日たくさん食べたからってことで74食べたから、すごいじゃん。それに20いくつ食べたから100ぐらい、あ、これ今やりました。100ぐらい食べてるもう全部すごいじゃん。一回食べたらいいの、なんか元気ですよ、なんか食べたから。さあ食べると元気出るよね、吐いたりしなければね。ブラッシングしたら平気だったのに、ちょっと噛むようになったからもう嫌だとか思って、そんな元気が出てきてる。血圧はだいぶ高いよね。来る時はドキドキしてたから。はい、じゃあね、今から治療しておきます、はい、それでまた夕方まで置いてください、はい、で、何だったっけ、これなんでこれ来ないの、はい、ご飯、そうね、6時ぐらいの方がいいですね、ご飯も食べさせるんで、はい、はい、じゃあちょっと治療しておきますね、はい、お願いいたします。あれなんで1個もないの、全部なくなったんですか、なんで いる時に捨てるんだろう。あ、でもそこに置いてあるかな。よいしょ。
手前ぐらいで、はい、言ってね。照り焼き食べた？はい、ちょっと今日給料を減らせます。あの飼い主さんにやってもらうのはもう30分終わったら、はい、2本私、あ、1分でいいや、ごめん、ちょっと労働時間に出るから、で、5分で入るだろう、まあ、2本でもいいよ、5分で入るだけだから。見えました。
出さなくて、あそこ103にさ、毛布よ。半分だけ引いといて、もう手つかないで、この子。手だけかないか。毛布じゃなくて、まあ、バスタオルの方がいいか。手をベタベタにならないようにしたいんだけど。何がいいかな。ペットシーツは多分ベタベタになっちゃうからさ。手前にだけ引く。半面引いといて半面で半面なしです。はい、じゃあ駐車します。あ、しまったな、光線照射すみません。します。頑張れ。はい、しながらまぶらしてみましょう。はい、簡単でいいよ。で、ご飯に注意入れといて、少しだけベタベタならんといいね。低脂肪のご飯。うん、偉いね、クッキーさん。注射我慢できちゃうんだ。今キャンってなったの。あ、偉い。シェリカさんでした。お疲れ様。